僕の名前は牛田浩二です。ニックネームはラズってやってます。 LAZ ですね。でチームはスカーズアブソリュートに所属しています。日本から来ました。僕らは今回の大会は、予選の時点で、負けてしまっていたんですが、出場が決定してたチームの一つが出れなくなってしまって、その代わりという形でクリプトになりました。でもちろんこれは非常に大事、貴重な機会だと思っていますし、チーム全体の考え方としてもうできるだけ少しでもいいので強くなれたらいいなっていうのがあるんですけど、そういうことにつなげていきたいなと思っています。この大会に出場しているチームも全部チームはもう非常に強いことは分かりきっていて、そうすると全部の試合が厳しい戦いになるのかなと思っていますが、とりあえず初戦の MVP-TK 戦をなんていうの、できるだけのことはしたいなと思っています。今まで大会に出た時に当たった海外チームのもう全部が日本チームとは違いますね。もうストラテジーだけじゃなくて個人的な意味で、個人的なスキルを含めて、僕らが全く考えもしないようなことをやってきたり、単純に個人として非常に強かったりと、僕らに足りないものがとても見えてきました。